サッカーの試合にハプニングはつきものです。当チャンネルではこれまでも思わず笑ってしまうプレーの数々を紹介してきました。今回はご好評につき、第5弾日本代表戦で思わず笑ってしまう衝撃なプレーをした日本人選手と監督を紹介します。今回も人気の選手が多数登場します。ぜひ最後までご覧ください。サッカーは腕以外ならどこでボールに触れても反則にはなりませんが、ゴールを決めるとなると基本は足か頭です。稀に胸などでゴールをすることもありますが、ボールコントロールが難しい上に強いシュートを放てないため、限られた状況でしか見ることはできません。しかし日本代表戦ではなんとお尻でゴールを決めた選手がいます。フォワードなのかディフェンダーなのかわからないことでもおなじみ、みんな大好き鈴木孝幸、別名師匠です。事件が起きたのは2004年に行われたドイツワールドカップアジア一次予選第3節のインド戦。日本は12分サントスの神パスからドラゴン久保のスーパーゴールで先制すると、25分にはまたもロングパスから久保が頭で折り返すと、最後は爽やかヤクザの福西が飛び込んで追加点。さらにその数分後には俊介がフリーキックを直接沈めて3点目。3対0で後半に入ると53分、俊介が落ち着いて相手をかわすと、キック精度を生かして右サイドの玉田へロングパス。玉田はトラップと同時に相手をかわして中に切り込むと、そのまま2人目3人目をかわしてシュート。これがゴールに吸い込まれ、玉田ナイスゴール決めたという実況の声が響きます。玉田のドリブル技術が光る素晴らしいゴールに見えますが、少し不可解な点もあります。玉田のシュートはゴールど真ん中に決まっており、相手ゴールキーパーは左方向にダイビングしています。 PK でもないのでゴールキーパーが先に飛ぶのは変ですし、ゴールキーパーは待っていれば正面でボールをキャッチできたはずです。もう一度映像を見てみると、ゴール左を狙った玉田のシュートが師匠のお尻に当たってわずかに軌道がずれていることがわかります。伝説の尻ゴールの瞬間です。ゴールキーパーもいい反応を見せており、そのまま左方向に飛んでいたらセーブされていた可能性もあります。師匠のお尻コントロールの素晴らしさが現れています。これにはクレヨンしんちゃん級のシリコン、結局玉田じゃなくて鈴木のゴールになっていて草などのコメントも見られました。シュートは足か頭という固定観念にとらわれないのはさすが師匠ですね。2004年アジアカップはまさに激闘の連続でした。その中でも川口が PK 戦で神セーブを連発し、誰もが諦めるような状況から奇跡の勝利を果たした伝説の試合が準々決勝のヨルダン戦です。日本は11分にシェルバイエに先制ゴールを許しますが、その3分後には尻の魔術師師匠が決めて同点。そこからは両チーム決定機を決めきれず、1対1で延長戦に突入します。そして延長でもゴールは生まれず、運命は PK 戦に委ねられました。先攻の日本はキックの名手俊介を一番手にしますが、軸足が滑ってしまい、まさかの宇宙開発。一方のヨルダン1人目はしっかり成功。そして日本は2番手のサントスも続けて失敗。かなり厳しい状況に追い込まれます。日本の名手2人が連続で失敗した背景には、 PK スポットの右側だけグラウンドが荒れており、左利きの俊介とサントスにとっては非常に蹴りにくい状況だったことが挙げられます。これに対して立ち上がったのがキャプテン宮本、逆側のゴールで PK 戦をやり直すことを提案。しかしさすがにやり直しまでは認められず、主審はゴールだけ変更してヨルダンの2人目から PK 戦を再開することを決定。しかししれっと PK スポットに立っているのがサントス。実況もサントスがボールのとこ行ってますねと困惑しています。あたかも自分はまだ蹴ってない感を出していますが、グラウンドのせいとはいえ思いっきり宇宙開発しておいてこの表情ができるメンタルがすごいです。結局サントスは主審によって列に戻され、ヨルダンの2人目から PK が再開されるのですが、ここからは怒涛の川口劇場。この PK 戦については別動画で詳しく解説しています。本当に劇的な勝利なので、見たことない人はぜひ一度ご覧ください。サッカーにおいて決定機の代表格ともいえるのが、相手ゴールキーパーとの1対1の状況です。サッカー経験者ならわかると思いますが、飛び出しのタイミングがうまいゴールキーパー相手だと1対1でも意外とシュートコースは少なく、決めるのは簡単ではありません。しかしシュートコースがないように見えても、相手の股を狙うシュート、ゴールキーパーを超えるループシュート、ドリブルでゴールキーパーをかわすという選択肢もあります。ゴールキーパーをかわした場合、基本的に相手ゴールを守る選手はいないので、無人ゴールにボールを流し込むだけです。しかしゴールキーパーを抜いたにもかかわらず、シュートではなくバックパスを選択した伝説の選手も存在します。みんな大好き柳沢敦史です。事件が起きたのはドイツワールドカップアジア最終予選第4節バーレーン戦。1対0でリードしていた78分、
小笠原のパスで裏に抜け出した柳沢は絶妙なヘディングで飛び出してきた相手ゴールキーパーをかわします。相手ディフェンダーが一人いますが、ゴールキーパーと違って手も使えませんし、距離も遠めなので右足で巻くようなボールを蹴ればゴールを奪えそうな局面です。しかし柳の判断はまさかのバックパス。この間も相手選手は続々と戻ってきており、バックパスを受けた小笠原は近くにいた相手選手をファーストタッチでかわしますが、カバーの選手のブロックによってシュートを防がれています。しかもゴールカバーにも2人のディフェンダーが戻っており、ディフェンダー1人さえかわせばよかった柳沢のバックパス前に比べて状況が悪化してしまっています。これが伝説の KNB です。 QBK YYY と並ぶアルファベット3文字柳沢面白シリーズです。これは爆発的な人気を誇った AKB48 の名前の由来にもなりました。嘘です。続いてもみんな大好き柳沢です。先ほど紹介した KNB が起きたバーレーン戦の次節、北朝鮮戦でも彼がやってくれました。前半は福西が相手のラフプレーに切れてしれっとパンチを放つシーンもありましたが、ゴールは生まれず0対0で試合を折り返します。70分には浮き球をヘディングで処理しようとした宮本に北朝鮮の選手がロケット続き、すごい勢いで頭から宮本に突っ込んでおり、長友以上のルイージ横 B です。そしてこのジャンプ力に刺激を受けたのか分かりませんが、その1分後に柳沢が見せます。中澤のクリアを相手選手が足で蹴り上げ、高く上がったボールはグラウンドにワンバン。これをマイボールにしようと柳沢が決死の大ジャンプをしますが、思ったよりボールが高く、柳沢は空中でボールに触れられずにそのまま着地。さらに落ちてきたボールは北朝鮮の選手が冷静に足で味方につないでおり、そのギャップに思わずじわります。柳沢の跳躍力は素晴らしく、最高到達点では足が相手選手の首あたりまで達しています。しかしジャンプした時点でボールはかなり高い位置にあり、しかもまだ上向きに動いている最中です。さすがにタイミングが悪すぎます。これにはスーパー柳、サッカーじゃなくてジャンプ力競ってて草などのコメントも見られました。しかしその5分後、日本のロングボールを相手選手が頭でクリアすると、素晴らしい嗅覚でそのこぼれ球を詰めて柳沢が貴重な先制点。これは完全にうなぎ沢です。一度謎ジャンプを見せることで相手を油断させるのが狙いでした。柳沢と対戦する際は気をつけましょう。ドイツワールドカップでは結果を残せなかったジーコ監督に代わって日本代表に就任し、考えて走るをモットーにチーム改革を行ったのがオシム監督です。オシムはドイツワールドカップで戦外になったアベッカムこと阿部勇樹や、国際 A マッチ出場経験のないトゥーリオ、さらに大久保嘉人や前田良一といったアテネ五輪メンバーも積極的に選出し、日本代表の世代交代を推進した人物でもあります。体調不良のため就任期間はわずか1年ほどでしたが、日本サッカー界に大きな影響を与えた人物です。そんなオシム監督ですが、試合中にミスをした選手に対して大声で名前を叫んで喝を入れることが頻繁にあります。まずは2007年アジアカップグループステージの UAE 戦、3対1でリードしていた71分、中村健吾と遠藤が中央でパス交換をしていると、カジというオシムの叫び声、その数秒後に右サイドを急いで駆け上がるカジの姿が確認でき、おそらくなんでもっと高い位置を取らないんだという怒りだったと思います。また準々決勝のオーストラリア戦の延長23分、左サイドでボールを持った中村健吾が珍しく血迷ったループパスを出すと、と叫んでいる様子が確認できます。さらに準決勝のサウジアラビア戦でも71分に縦パスをミスした鈴木啓太に対して鬼のような表情で啓太と叫んでいます。1試合に1回のペースです。これはサッカー部あるあるだと思いますが、試合中にミスして監督にブチギレられた時の恥ずかしさはすごいです。そのため日本代表クラスの選手でもオシム監督に怒られているのを見るとなんだか少し安心しますね。空気抵抗を減らすために髪の毛すら犠牲にし、チームのために全速力で走り続ける男、前田大然。決定力や足元の技術には少し難もありますが、先日のアメリカ戦でも見せた強度の高いプレッシングはワールドカップ本戦でも日本の大きな武器になるでしょう。前田はテレビ画面を見ている我々でも相当速いと感じますが、試合に出ている選手が感じるスピード感はおそらくそれ以上で、速すぎるあまり敵どころか味方まで混乱させてしまうこともあります。まずはコパアメリカ2019のチリ戦、64分、久保がボールを持つと、その前方で斜めに走り込む前田。これを見て久保は前田の前方のスペースにスルーパスを送りますが、そのタイミングで前田は急に止まって足元にボールを要求。2人の意図が噛み合わず、久保はわずかに天を仰いで、なんでだよと言わんばかりのジェスチャー。しかし前田の真骨頂はここからです。
前田の意図とは完全に異なるパスであり、相手選手の方がボールに近い位置にいたにもかかわらず、爆速スプリントで相手を再度追い越し、クロスを上げ切っています。あまりの速さに相手ディフェンダーだけでなく、久保も相当驚いたと思います。また、2022キリンチャレンジカップのブラジル戦では、前田は0対0で迎えた67分に、古橋との交代で途中出場。その5分後、伊藤が素晴らしいプレスバックで、マルティネッリからボールを奪うと、前田に縦パス。前田は一度ボールを失いますが、そのままの勢いでプレスをかけることで相手のパスミスを誘発し、南野がパスカットに成功。そのまま前田と南野で速攻を仕掛けますが、前田は南野を左から追い越すランニングと思いきや、追い越さずに南野の右を並走。その後、左前に斜めに走り込んで、南野にスペースを提供しようとしますが、すでにブラジルの選手が何人も帰陣しており、シュートまではいけませんでした。ドリブルしながら頑張って首を振っているのに、なかなか前田が見つからず困惑する南野の様子に思わずじわってしまいます。日本は他の選手のサポートがなかったのも痛かったですが、前田はシンプルに左を回る動きで良かったのではないかと感じます。しかし試合終了間際の89分には、圧倒的な寄せの速さで世界的ゴールキーパーのアリソンのキックミスを誘発するシーンもありました。やはり前線からのプレスはワールドクラスです。味方も混乱させてしまうこともありますが、ワールドカップ本戦ではそのスピードでドイツやスペインを初見殺ししてほしいですね。今回は第5弾、思わず笑ってしまうプレーをした選手と監督を紹介しました。第4弾まで皆勤賞だった川島ですが、川島ネタが切れたため無念の落選となりました。日本代表の芸人枠も世代交代の時期がやってきたのかもしれません。今後は前田大然に期待しましょう。それではまた。